サクセス。これからがくつろげる時間帯だよね。この夏、私はたった一人の家族だったお母さんを亡くして、遺産として残されたお父さんの実家を見るために長い道を行く電車に乗り、とても不思議な夢を見た。思い出せない赤い記憶、群れ飛ぶ青い光の蝶、そして悲しい目をした懐かしいあの人、私の生まれ故郷でもあるヘミスカ。そこで私は誰かと出会い、そこで私は誰かと別れる。鬼を斬るためにここへ来た千羽うずきさん、お父さんの家に住み着いていたとても元気な若杉つづらちゃん、お母さんの親友で私とも昔なじみの浅間咲也さん、私の血を狙う双子の鬼のぞみちゃんとみかげちゃん、とてもとても懐かしい、だけど誰だかわからない夢にいる人、ゆめいさん。今、夢とうつつ、私の記憶と私の血、縁の糸が絡まり合い、寄り合わさって一つの絵をなし、運命の輪が回り出す。
しもし。やっほー、ハトちゃん。ヨーコちゃん。暇といえば暇かな。よーそら、それはよかった。てっきりお邪魔だったかと。ん？心のステディー陽子さんがハトちゃんのためだけに送る愛の電波放送でも始めようかなとか思って電話したんだけどね。無理。
です。聞こえないなら床に携帯近づけるよ。いやいい、なんとなく聞こえた。でも電車の中にちゃやけに静かじゃない？ガラガラなんだ。ボックス席占領っていうか一車両独占。
もしかして引っ越すつもり？学校なんかも変わったりするの？それはない、ないと思うよ。おじいちゃんとか親戚がいるわけじゃないから、住むのが目的で向こうに行くんじゃないし。私に残された遺産だなんだを調べてたら、蛇塚の家があったんだって。それでとりあえず見に行こうかなって。大変なのね、ハトちゃんも。大変だよ。暇だし夏だし休みだし、行ってくれれば付き合ったのに。あ、その手があったか。場所に一人で行くのって結構緊張するんだよ。緊張してる人はよだれ垂らして眠りこけたりはしないんじゃないかな。だからよだれなんて。父さんの田舎か。伸びゆく影帽子踏んでたそう。
私に何か用事ですか？それで私に用事ですか？いや、何でもないです。ごめんなさい。それじゃ夜も遅いんで。おお、確かに。至る蛇塚駅までだ。こんな辺鄙なところに若いお嬢さん一人とは珍しい。お嬢さん、家出かね？違います。それではあれだ。こっちに親戚の家でもあるのかな？お父さんの実家がこっちにあるんで。なるほど。何もないところだけど、ゆっくりしていきなさい。
願いします。おやおや、こんな偏僻なところに若いお嬢さん一人とは珍しい。そうですか。もしかしてこっちに実家があるのかな。少々用事がありまして。ほほう、それはそれは。そして最終バスがこの時間なの？
ご乗車になりますか？もしもし、お客さん。本当にここで降りるんですか？ここです。ここ狭間で合ってますよね？確かに狭間ですね。それじゃ、お世話になりました。Thank you.
もう何考えてるんだろう。にしても。はあ。ちょっと失敗したっぽいな。よく考えたら電気も止まってるんだろうし、それじゃあ夜に来ても意味ないし。でも仕方ないしな。
丈夫ですか、お姉さん。オバナが何かしたりしました？噛みつかれたりしましたか？平気平気。ちょっとびっくりしただけだから。へえ、その白い子はオバナちゃんって言うんだ。何か面白いことが？なんでもないよ。別に何でも。そうですか。それでですね、お姉さん。ん？お姉さんはどなたです？あ、それは私も聞きたいかも。ここ一応私のお父さんの家らしいんだけど。ちょわ、なんと！旅の荷物をまとめたらすぐにも出ていきますですよ。はい。住居不法侵入に関してはこの通り。平謝りに謝りますんで、どうか勘弁してください。誤証ですから、警察とか裁判所とか保健所の類には通報しないでください。掃除してくれたりしたみたいだし。はーい、助かります。恩に来ます。だけどね、つづらちゃん一人でしょ？そんなことはないですよ。家の人とかに許可もらってる？どうなの？許可というか、そういうものは。もう。つづらちゃんまだ小さいんだし、お父さんとかお母さん心配してるよ。ないですよ。ケイお姉さんの心配こそご無用ですよ。我が家の家宝は弱肉強食ですから。へえ。それで私も一人旅と相なりましてですね、この通り道連れもいるわけですが。予定はどこまで？
未定ですね。予定はいつまで？いつまででしょうね。と立つうちにだんだん疲れてしまいまして、ついふらふらと見つけた空き家に引き込まれてしまったという次第であります。それでやっぱり私は追い出されてしまうんですかね。ふう、夏休みの間中いてくれてもいいよ。なんなら私も付き合うよ。はい。学校始まるまでの辛抱だもんね。二人でならきっと強く生きていけるよ。お手柔らかにお願いします、大家さん。頑張ろうね。Thank you.
ダメなの、ケイちゃん。ケイちゃん、ケイちゃん。ダメ。考えてはダメ。ダメ。
約束して。約束？私の声も姿もあの景色も夜の淵に沈めてしまうと、明日の朝日に溶かしてしまうと。それって忘れろってこと？夢はただの夢だから。聞き分けて。ケイちゃん。いや。そんな。隠されっ子見つけた。我慢するしかないか。あれ、なんだろうこれ。
何これ。ケイ。
しもし、陽子ちゃん？いやー、やーっとつながったよ。やっとって遅いよ。あらら、ハトちゃんご機嫌斜め？ちょっと。嬉しいな。クリア。そんなに私の声が聞きたかったなら、ハトちゃんがかけてくれればよかったのに。このデレアさん。じゃなくてね。そりゃ電源切って寝なかった私が悪いんだけど。こんな時間にかけてくるなんてちょっと非常識だよ、陽子ちゃん。あー、もしかしていつものボケ？私もちょうど起きてたっぽいっていうか、寝てたとしてもあんまりいい夢見てたわけじゃないから別にいいんだけどね。時間に？夕方だって寝てたの？こんな時間なんだから当たり前だよ。あとちゃん、時計持ってる？携帯あるけど。見てみそ。甘ちゃんね。わ、陽子ちゃんってばひねりなし。甘いわね、若いわね。二つ合わせてスイートベイベー。
ってばっかりだと自分も信じてもらえないってお母さん言ってたよ。うわぁ、本当に素直にお育ちだこと。もう、だけどあんまり脅かさないでよね。いや、夏だし季節だし、少しは初期払いになった。そういうのとは系統が違うよ。そう？じゃあ脅かすついでにもう一つ。あ、実はこれからが本題なんだけど。あれ？して切れるかな、陽子ちゃん。スズラちゃん、まだ起きてる？誰ですか？私、ケイお姉ちゃん。ケイお姉さん？うん、ちょっと入るよ。こんばんは、つづらちゃん。こんばんはです。それでお姉さん、こんな時間に何をしに来たんですか？私もこんな時間なのかなって思ってたんだけど、まだそんな時間じゃなかったんだよね。ああ、なるほど。お姉さんは時差ボケしてるわけですね。え、時差って日本にもあったっけ？ないです。北海道と九州の端っこ同士なら経度で15度以上違いますけど、
東経135度線を元にした標準時で統一されてます。1895年から1945年にかけて中央標準時とは別に西部標準時とかいうのがあったり、時勢によりけりなんですけどね。へえ、つづらちゃんって物知り。まあこのぐらいは。じゃなくて、この家には時差があるって話です。ずっと放っておかれた家ですから、時の流れが変わっちゃったんですよ。それって昔話に出てくる。迷いがみたいなものですよ。住人が神隠しにあっただとか、そういう噂もありましてですね。もうケイお姉さんもここから何もなしには出られませんよ。というのは冗談でして、ここ電気通してないですから、慣れると生活スタイル変わるんですよ。私つづらの今の生活はですね、朝日とともに起きて夜更け前には眠るというとちょっと大げさなんですけど、昔ながらの完全自然派でして、早寝早起きだけどね。まあケイお姉さんもそのうちそうなりますよ。日が沈んだら本も読めませんし、電池を消費する懐中電灯とかに頼るのもなんですし。そうだね。それで何しに来たんですか？ですから、こんな時間に一体どうして。あ、それはね、つづらちゃんお腹空いてないかなって。ご近所さんに配るつもりで持ってきたお菓子があるから一緒に食べよう。ほら、遠慮しないで、お近づきの印ってことで。もしかして
おまんじゅう嫌い。嫌いではなく怖いかもしれないです。おまんじゅうと熱いお茶が怖いとか言っても、今日はこれ以上は出さないよ。ごめんね、つづらちゃん、飲み物ないと辛いよね。でも私これしか持ってないんだけど。お構いなく、水と塩はサバイバルの基本ですから、ちゃんと備蓄してありますです。はい、お水でおまんじゅうか。水で十分ですよ。それではいただくことにしますね。これは結構いけますね。そりゃうちの地元の銘菓ですから、名物にも美味しいものはあるんだよって。あれ、ケイお姉さん、それは食べられるけど食べない方がいいですよ。ありゃ、食べたいのかな。つづらちゃん、この子におまんじゅうあげても大丈夫かな。だと思いますよ。何でも食べる雑食性ですし、キツネに小豆とも言いますし。猫にマタタビと同じ意味だっけ。はいです。おまんじゅうの中のあんって小豆でできていますから。王子の狐でも、狐に持ってくお見舞いは豚餅だったっけ。ほらほら、おいで、おまんじゅうだよ。あ、でもですね、オバナってかなり人見知りするタイプなんですよ。すいませんです、ケお姉さん。こっちこそごめんね。
追い出さないでくださっただけで寝るとき足を向けられない大家様バンバン罪なのに、タナコの怪狐に手を噛まれるなんて貧乏くじもいいとこですよ。やるなら鶴亀見習ってちゃんと恩返ししろ。恩をあだで返すなんて畜生にも劣るなんとか泣く行だ。オバナなんてキツネイカのレッサーボックスだ。白いからっていい気になるな。こっちに置いとくから、よかったら食べてね。お姉さん、本当に大丈夫ですか？大丈夫大丈夫、こんなの舐めたら治っちゃうよね。えええええ
お姉さん気に入られたみたいですね。この子に？自分から人に近づくことだってめったにないんですよ。そうなんだちょっとくすぐったいよ。ありがとう。もう大丈夫だよ。ちゃんって賢いんだね。私の言葉はわかるのかな。そういえばそうですね。まあその辺は私に似たということでそれ自分で言うかな。言うべきことは言いますよ。謙遜の美徳が通じにくい世の中ですから。ところで、このお饅頭美味しいですね。ここのところ甘いもの不足だったんで、止めどころに困ってしまいます。あ、いつの間に。お姉さん食べないんですか？早くしないとなくなっちゃいますよ。私まだ一つしか食べてない。